皆さんこんにちは、村上真夏です。皆さんこんにちは、立花ひなです。はい、さあ真夏のひなたぼっこのロケブルーレイ第3弾です。やったー。今回は大体日本の真ん中あたりかなっていうねあのアバウトだね。そう、大体真ん中はい、大体真ん中の新潟県にやってきました。やったー。というわけでまずは湯沢高原スキー場パノラマパークを訪れるために、うん、ここから標高870m の山頂に向かって、7分間の空の旅を満喫していこうと思います。山がいいね。なんかこんな山をいっぱい見たのすごい久しぶりだわ。地元こんな感じ？めちゃくちゃこんな感じ。これがうちの村上真夏です。彼女はここからどんなお家を見せてくれるのでしょう。なんかすごい落ち着く地元寄りの景色だから、私今までで一番楽しいかも。え、嬉しい嬉しい。新幹線だし。最初のアクティビティはマウンテンゴーカートです。あー嬉しそう。楽しい嬉しい幸せ。ということで、なんとリフトで上がってきたらボブスレーがあったということで乗っちゃおうかなと思います。うわー、速い、やばい、楽しい、レスキュー、うわーじゃあブレーキー。お土産チケット争奪パターバトル大丈夫か。はい、というわけでミニパターゴルフで遊んでいくわけなんですが、もちろんやるからには真剣勝負。はい、あざっす。うまくない。真夏とひなの成長観察日記新潟スペシャル、どんどんパフパフ。はい、というわけで、あ、いつものやつでございます。トキしか知らないんだよな。え、ひよこ。真夏は絵がうまいけど目をつむってもうまいのか。ドキドキする。なんかあ、やだ、この点点点系やなんだよな。いいね、今日のファミモムとヘギそばの色がぴったりだよ。すごい念願だね。私の好きな人？そうだな、おめさんのことが